それグードキング、こんにちは、ヤコです。グッソです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ワンピースコラボガチャ引いていきたいと思いますから、サウナ。はい、引いていきます。僕の方ファミツに上がってますんで、ぜひ見てください。はい、ってことでやっていきましょう。今回2種類あります。ボリューム1、はい、ボリューム2。まあ、一応ね、両方ともね、同じキャラが出るんですけど、ピックアップされているのが違うという形になっております。さあ、からさん、何を選ぶのか。何を一番先に引きたいのか、ここが分かれですよ。まあ結構今回欲しいキャラ多いんで、はい。4端末引くんですけど、はい、まあ2-2で引いていこうかなって。トゥ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 ハーフ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  OK です。でもしかしたら後半なんか偏ったら違うの引くかも、うん、なるほどね、そこはバランス見てね。はい、オー。じゃあとりあえず1番から引いていきたいと思います。はい、ボリューム1か。1番の狙いはゾロかな、こんなからだと。俺はゾロちょっと強いね。あー、行こう、行きます。バチバチにしたいもんね、ミントかも。わかる。上振れてくるんだよな。さあ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 、確定演出とかもあるんですか。確定演出あります。ありますか。ちなみに音楽鳴るんで、出た瞬間にそこだけ音をなくさないと。あ、 BGM はカットします。そこだけパツって切って BGM 切るっていう。元から切ってます。元から切ってる、うん、偉すぎでしょ。そうだから一応演出がありますと、はい、すごいよな。いいね、それ楽しいね。ラッキー。はい、ここまではとりあえず、はいはい、スピア、スピア君、スピア君、こっから。なんかオーブ結構あるね。おお、まあまあでもウソップとかも、あ、ウソップ、ウソップとか、はい、ボリューム2のピックアップっていう感じかな。まあ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 、ここで3体とか出ちゃったら俺もう全部2に突っ込んでもいいんだよな。そうか、とりあえずゾロがね、そう欲しいっていう感じで、うん、シンプルだって殴りザドキ超えてるもん。お、あ、来たー。知らない、クレイジー学園室。いや、いいね。で、これ次タップした瞬間にこれ音楽流れてYouTuber 潰しですね。で、おー、エースと、そっち来たか。薄い方来た、ね、薄い方来た、薄い方全然いい、この段階なら。ええー、ね、あるんじゃない、あるんじゃない、ね、あー、ブルクか。そうね、まあまあまあ、いや、エース待つ。まあ、とりあえずいいんじゃないか。エース絶対不利だってね、ビビったわね。マジ強いじゃんそれはって。俺近くの敵だけかと思った。じゃあ行こう、ゾロ狙い。ゾロ狙い、これ早い段階であっち引けたのは逆にいいかも。あ、そうだね、そうだね、うん、薄い方をかぶりにくいから。さあ来いよ。あ、いいね、サンジ。サンジいいな。とりあえず俺引けんかったんだ。6分の2でしょ。いいよ。熱い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 。揃えたい揃えたい。熱いよ。素晴らしい引き。来い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 。あと1体ぐらい出たら熱いね、この端末で。マジで。なるほどね。その端末、調子。止まった。あ、やっと。マジで、マジかよ。なんかさ、2の方からめっちゃ来ててんじゃん。薄いか、ほんと。あ、あ、やばくない？はい、あれ、6分の4、これで。え、この先は強い、かなり強いよ。やばくない？俺、心配だったけど、これはコンプいけそうやな。とりあえず、1体ずつ欲しいよね。うん、うん、なんか、どれも別になんか、まあ、簡単にしなくてもいいけど、1体持っといたらね、役に立つようなキャラな気がするから。そうだね。とりあえず、1体ずつ欲しいよな。けど、何が怖いって、両方の1、2の一番欲しいのは来てない。あ、ルフィや。ルフィや。お、やばくない？ゾロ。あ、違う。麻雀小娘や。麻雀小娘。麻雀小娘や。はい、はい。ああ、ルフィね。転送壁、やっぱね、非属性少ないんで。まあ、貴重枠。まあ、将来性だよね。でもさ、実況感めっちゃ強くてさ。ただなんか、中弱は怪しいみたいな。そう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 。地極メインなのかなっていう感じがした。うん、16ターンで2点も打てるのは強いよね、うん、ここはちょっと強いな。内出の小槌。イラつくな。モネ、いいな。よし、補助行きよ。おいよ、頼みます。ね、おー、おー、え、あと1体ゾロ。え、待って、これ1だよ。1、ずっと1引いてる。え、1でコンプした。2をコンプした。2コンプした。謎すぎるでしょ。いや、めっちゃ引きいいよこれ。これめちゃくちゃいい。めちゃくちゃ引きいい。ああ、やばい。
え、どうした、その端末当たりだわ。これいつもね、悪いやつなんだけど強調し、今日も何合わせてきたんじゃない、ずっと1年悪かったのかな。そう、1年悪かったサボが、サボ2体でもいいんだ。元マジあるのか、さすがにヤタガラス。ペイントにもことがあるわね、ヤタガラス。まだある、ビズモからのコンプです。うーわ、やば、ありがとうございます。強っ、おー、2体、あネルだ。これ、やばない、これやばすぎ。え、おめでとう。なんだろうって、もう引かなくていいもん、これ。引かなくていい、引かなくていい、引かなくていい。引かなくていいね、まあ、うん、引かなくていいと思う。エース2体目やったら、まあ。けど、まだ3端末もあるんで。そうよね。いや、ルフィ2体もいいじゃん、天蔵神少なくて。ゾロも2体じゃん。ゾロ2体。え、やばこれ、なんか、理想の引きっていう感じ。サボも2体。オーブだ、350個でしょ、70年でしょ、350しか作ってない、えぐいって、はい、やば、むずちょっと状況変わったんで、2段引いてボリューム2引いてきます、今回、こっちは羨ましすぎて泣きそうすげー、コンプできるんだな、びっくりしたね、あれは。この6体を350でコンプするのはえぐいよ。まあ、普通にね、うん、星5、6、6体出すだけで終わるぐらいの感覚でした、うん、だってボリュームに引かずしてコンプしたね、ほんとえぐい。やっぱ薄いとこ引いたよね、うん、やばいな。とりあえず飛ばしてね、シンデレラ、ジンベイ、お、すごい、なんか、あ、4号終わったんじゃん、終わった、こっから4号終わった、こっから綺麗に終わった。あ、あ、え、え、マジで誰サボいいね、 え、ちょっとやばい、俺やっぱ下振れてたんだ。いや、絶対上振れてると思うよ、こっちが上振れてるよね、うん、と思うけど、俺が普通だよね、実際そんな出ないでしょ。いや、えぐいって、俺、ちょろいって思って引いたらちょっと痛い目見る人いるよ、これ。あ、結構上振れてると思います、僕もラッキーだなと思ってます。まあでも 1.2% だからね、一応ピックアップの方は。まあそうね、うん、また死んでるけど、やばすない、やばいっす、シンデレラちゃん、まあ、とりあえずエース引いてもろて。そうだね、うん、エースヤマトがまだ1体ですよ、うん、エースの全体割合でやっぱ適正の広さっつうのもいいね。そうね、うん、あとカームミ出た出た出た、カームミあるから、ね、うん、友情、おいおいおい、多分寄ったな、サボってるね、サボってるね、サボってるね、これで多分4体に上がったな。サボも組めるんだ、サボ簡単に組めるよ、あんた。うるすぎ、サボなんか普通に強いからな。うん、あれ結構使い道多そうなイメージはある、うん、ギミック対応がやっぱり偉すぎるから。うん、そうね。で、なんかワンパン系じゃん。そう、サンジよ、サンジ2体目、サンジよ、サンジの天魔銃ダメだったねなんか上のビットンに座れて連撃キラーエル発動しなかった、天魔銃とかホードのステージで。残念だね、そこ楽しみだったけど、ね、あのピットン邪魔すぎ、あれ完全意地悪だよな、あれ込みで3時ちょっと出してる気がするわ。なるほど、うん、おし、止まった、ルフィ、なんか逆に作るけどな、逆来てるけど、これどうなんこれ、これ1引いた方がいいんじゃない2を狙うなら、うん、ナス誰、あ、マモン、とりあえず星山までにしようかな、うん、なんか余裕できたんで、うん、はい、3体目、3体目、はい、行きましょう。まあ結構いろいろ引けたんで、まあエース狙いかな、1体しかいない、まだエース2体欲しい、2体目欲しいです。バランス型なんてんな、うらやましい、この引きいや、マジで運いい、今日ビビった、誰だと思ったの、長寮じゃん、長寮、長寮さんよ、ゾップゾップ、ブンク、ブンク、ランキーで一回止まる、うぅ、
ルフィさん先ルフィルフィさんなんか5体ぐらい出てるぞもう俺こっちがフランキーこれフランキーでしょ最後、ね、あーまあびっくりしただからさ2が出んのよ2引いてんのに1のやつが出る現象あほほほ出てんのよ何これああ確率ですからねそうね怖いですねマジで 0.6 だっけ 0.6 だねそのピックアップされてない方が結構薄いおおヤマト来たこれ2体目か2体目やねああ熱い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 えっと友情も強いのがいいんだよな10年でしょ水の白だでしょ金なんか結構ヤマトもいいよねセイロンうんいいと思うそうねなんか水の友情でもさエナジーボールみたいに尖ってたらさうんうん色の違い使い方できそうだからさいいんだよ友情もいい止まって何マジでサボいやちょっとサボ出過ぎじゃないもうさすがにお腹いっぱいかあるよサボは俺5体目だからサボあいつじゃんベイカーズあそうベイカーズ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 久しくあの使ってないからなそうもう表の21をやることがなくなったからエース以外出ちゃったよもうエースみたいだねマジでエースが出てない、うん、でもエースみたいな性能出しちゃうとさマジでなんか割合強いところ HP 共有してるとこ出ないだろうねなんか最近さ見ないもんねだって見ない見ない特にあの貴族性のステージはまあないよねうんそうな、うんまあ、出せないと思う普通にそれ打ったら終わっちゃうみたいなうん、感じになっちゃうからだって今回のさゾロとかもさまあ今あんまみんなやってないかもしれないけど近畿の表柔軟とかでさ、はい、たまに確定でさブロック持ってるしいけるじゃんそうね、うん、S! おいですよ、いやちょっとうますぎんな今日ちょっともうやめていいんじゃないいいっていいってこれじゃあこれでストップしましょうあーなんかもう結構もうお腹いっぱい感になってるけどねうんオーブ取っとくっていうのもありだからそもそもなかなかオーブ配らんからでこの端末はこれでうんいいと思うじゃあメイン最後メインですもうさすがに出ないんじゃないかというもう収束するならこれ出ない出ないねそれはそれで困るんだけどメインで持っとかないとねそうでゾロがまだ2体なんで1台引いていこうかなってこっちは OK ですますいやーゾロ9火撃見たいなあと1体出ればできる、うん、超バランス9火撃マジで見たいめっちゃ強そうね、超強そうだよねてか全体的にさ、ステータス高くないね、3万オーバーだったもんね、うん、ゾロはだね今度ね、120にすれば3万オーバー、3万1000とか3万2000とかもらってたりするからさ、うん、そこがいいよねそうだねやっぱなんか、フラパー以降1段上がってる感があるのかねうん、誰やんましましょうしましょうだ OK ブロックパキじゃよし、ここからあっもう逆だっゾロ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 頼むよ調子維持してくれこのガチャのでも今もう何でも出る気がしちゃうんだよはいあーもう何でも出るわこれマジかありがとうございます羨ましすぎるやばすぎノリ乗っておりますクス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 誰いいねおーちょっと狙い通りすぎる狙い通りすぎるうわぁ羨ましいな大勝利やんまだのかマジあぁコーディリア&リアリアまだあるえワンちゃんえぇーまだつまだあるえぇーつそぉーそぉーおぉーおぉーおい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 止まんねや今日カラさんが原作全部読んでるから原作全部読んでる人は出ますちょっと待ってくださいね、はい、状況が変わったでしょ今いやもうだってさエースも引いたしさあのね正直ねもうサバカナも全部含めるとまあ、まあ、引く意味はないんだけど引く意味ないっすせっかくなんで星玉までこれ引こうかなと思いますはいまあ、あの一応メイン端末だからねそうですねそこね一番持っときたいっていうでもえぐいな2段俺のガチャ何だったいや、絶対破れてるって、今日は羨ましい、まあ、今しょ、早朝に撮ってるんですけどね朝がいいのかもね朝に引くのがいい朝に引くのがいいなるほどね、まあ夜だったからね、俺引いたのそうそうそう0時何分だったからプラトン
そういうことか。なんかね、ガチャタイムか今。イメージあんだけどガチャって、うん、開幕したすぐに引くとなんか爆死するイメージあんだよね。本当？うん、俺は。俺は開幕すぐ出るイメージ。あ、そっち派？そっち派。俺逆なんだよな。逆か。あ、でもいるよね。うんうん。俺はね、すぐ派なんだよね。ちょっと時間空けたい派なんだよ。もともと時間空ける派で、うん、でねーってなって、もうすぐ引く。やっぱやる気を見せてくるのが大事かな。ヤマトや。よし。パクモンしよう。ヤマトはビッグマムでサンスタリーそうっすよ、ね。そうっすね。ゲーム的に。まあ明日もう今日か、今日の夜には来ちゃうから。どっち行くか迷ってる。これなら正直フランキーを70狙います。75、75。なるほどね、うん、90にする。90にする。チェイスだもんな。チェイスだ。アレアと同じ威力だからね。アレアの方がちょっと強いから友情ブーストある分。うん、まあ、数字的には一緒。それでもやっぱ強いと思うんだよ、うん、制限だ。おお、おかしい。止まんねえや今日は。おかしい。パチンコ行った方がいい。マジでどうかよ、マジで。そのエースやばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。さすがに止まらんか。いや、十分だな。やばすぎる。やばい、みんな騙されちゃいけませんよ、これ。こんなんじゃないっす。こんなんじゃないっす。最後もうちょいあれです。すごいな、羨ましい。いや、俺もう出る気しかしないもん。これ出るっしょ、みたいな。原さんのこんなバチャリンが初めてだよ。こんな出ることないね。こんなコロコロ出るの初めて。ルフィさん？ルフィさん！おお、ルフィさん！ D さん！ D さんだよ。これでもうほぼコンプやな。そうだね。端末も。で、星山。ドン。まだ持ってないのか。サボ、この端末。サボ。サボが出れば、今日当たり。サボは出るよ。サボだけど5体ぐらいいるからもう。サボ出まくってるから、サボ出るって。あーマチュピチュ。ヒプノスじゃない。ヒプノスはあれ眠ってるやつは。スリーピングしてるやつ。さすがに読みます。まあそうだね。はい。本当に意味ないんでこれ以上。もう十分でしょう。てな感じで、こんなちょろくないっす。調子すげえ良かったですね。これ調子すごい良かったですね。はい。まあ一度にどっち引くかっていう話なんですけど、これはマジでどっちでもいいと思う。うん。うん、どっちもマジで。強いっす。どれも強いから、まあミリ有用性だけならミの方がちょっと上かもしれないと俺は思ってるよ。まあ数的にはやっぱサボとヤマとエース、うーん、エースもやっぱ割合あれ全体通路はちょっとヤバすぎるけど、そんな差ないね正直言うて。まあどっちも強い、うん、なんか1の方が将来性って感じがする。まあそんなイメージ。まだ、まあこれからちゃんと使ったら評価変わるかもしれないんで、はい、使ってみていきたいと思います。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ。